じゃあお時間になったみたいな、おかげさまで満員御礼でございます。皆様のためにこれから、1時間今日、90分になってますけども、いかに盛り上がるかという時間を変わってくるということで、早速始めさせていただきたいと思います。多分バラバラに行きましょうけど、はい、ではですね、今回はそのアジアのモバイル決済事情という題したワークショップということで、ご説明させています。ワークショップということでございますので、より、実践的な内容にできればなと思いまして、今日お二方、まずリキッドの、アライアンス室長でいらっしゃいますブーさん、それから、インフィリオンの取締役でいらっしゃいますリゼさん、こちらのお二方と一緒にやらせていただきます。最初に私の方から、簡単にマクロビューのお話をさせていただいて、あとはお二方から、より詳しいですね、アジア現地の、事情ないしは実際の取り組みの実例やこの辺の話をさせていただき、であとは Q&A ですとかパネルディスカッションということでお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速私の方からまだ自分から簡単に一員させていただくと、私ども自体はベンチャーキャピタルでございまして、アジアに特化をした、テクノロジー系のベンチャーキャピタルです。簡単に言うと、リージョンとしては東南アジアとインドのみで、米国だとか日本だとかそれ他のリージョンは一切ございません。そういった意味で、おそらく特化している 日系のベンチャーキャピタルとしては大変珍しい特色があるかなというふうに思っております。で、我々のファンド自体を日本で運営しておりますが、日本の企業様から、ご出資いただいて、ですから、日本の企業様がアジアに進出する際の共同法になるようなです、ね、活動ということで、提案していただきます。分野としてはもちろんフィンテックも含めして IT 専門ということでやっておりまして、事業所としてはシンガポール、インドのバンガローですね、それから東京という3拠点でやっております。なので、この先はご覧の通り、インド、インドネシア、あたりを中心に、アジア新興国複数にまたがっております。ご覧いただいたように、基本的には日本の企業、あるいは企業家様ではなくて、本当に現地の、ローカルの企業、スタートアップに投資をしているという、でございます。で、先ほど申し上げた通り、ゲートウェイファンドという我々呼んでるんですが、日本の企業さんと現地の、企業さんを結びつけるという活動を成果しております。こちらの提携、出資、業務提携書の提携等を、一生懸命発生しているということで、その辺の知見に基づきながらも今日ディスカッションさせていただければと思います。私個人的にはシンガポールのリクアニュール大学院というところです。こちらでも、テクノロジー系の講義を一つ学問でやっておりますので、そちらの教材、簡単に言うと探究系です。そちら のケーススタディの実例として、交えながらお話しさせていただきたいと思います。はい、じゃあちょっと本題に入りますけれども、こちらにあるそのアジアのモバイルペイメントの中で、我々が学んだ、ちょっと注意しておかなきゃいけないこといくつかございますので、そちらの話をさせていただきます。まず大きくまとめますと、一つ、リープフロックという言葉、こちら最近メディアでも若干聞かれるようになってまいりましたが、インフラが脆弱がゆえにですね、逆に新興国の方が新しいテクノロジーを早く浸透するという話をさせていただきたいと、もう一つは、It's not wallet up ではなくて、all in one ですと。ウォレットとか決済ではなくて、一つのオールインワン総合アプリに今なっていますという話。それから、これゴジラのキャッシュレスです。サイズがスパンダス。やっぱり使っている人の数の桁が半端じゃないので、そのビッグデータを AI を話しながらこうやっているということで、非常に高精度かつユニークなビジネスモデルがアジアでは発展しています。それからバーチカルからホリゾンタルということで、その決済とかフィンテックではなくて、もう一つの大きなコンシューマーサービスになってしまったというような話です。それから最後にやっぱりチャイニーズ、2社、大手2社がかなり多いというこの、5つのテーマについてお話をしていきたいと思います。でまずそのリープフロックですね、カエル飛びというお話でございますけれども、これは本当に現地でよく聞く言葉で、
ですね。簡単に言うと、我々、ね、先進国の、まあ、プログレスで、まあ、普通の小売りから普通の銀行が進むとか、あるいは普通の銀行から、まあ、電子マネーになっているというような発展形態があるわけですけれども、これがもう新興国においては真ん中が飛ばされてしまうといきなり電子ウォレットになったりコマースになったりしますというのがウォレットです。でその一つがやっぱりこの例えばこれアンバンクと銀行口座を日常的に使ってない人の数ないしは割合なんですけど、まあ、インドだったら4億人ぐらいそういう人がいる。インドネシアでもやっぱり1億人ぐらいで、まあ、だったらもう最初から電子マネー使っちゃった方が早いですよというようなというふうに思います。まあ、あるいはこれは中国のディテールのこれランキング、ディテール、要するに青はですね、日本でいうと、まあ、例えば、まあ、日本先に言うとかですね、日本のセブンの方が、やっぱり楽天なんかでも大きい、早い、大きい、流通総額としては大きいわけですけども、中国にとって逆転すると、まあ、この、青いところが中国の大手小売ですけど、それよりも、まあ、10倍ぐらい、アリババだとか JD の方が、物を売ってる金額のまま低かったということでございます。こういう背景からやはりインペイメントとかですね、電子ウォレットの、ユースがものすごく大きくて頻繁だということで、まあ、約150兆円と言われていますけれども、米国と比べても50倍ぐらい非常に大きなことになっているということはやっぱりビッグロックというものが前提にあるということでございます。でこれこの前ですね日本銀行が出された、店頭でモバイル決済を利用しますと答えた人の割合というアンケートは、ね、ちょっと定性的ですから、これ取った時期ですとか取った方向によってだいぶブレがあると思います。なのであくまで参考数字として見ていただきたいんですが、日本 6%、 米国 5.3% に対して中国は 98%、 さすがに 98% ではないんじゃないかなと思いますけれども、まあまあ日本銀行のアンケートではこのような数字がリファーされております。先ほど申し上げたリーフトークは一つ、でケニアが 76.8% になりますが、アフリカに行くと最大このエムペサっていうのは皆さんだいぶ浸透しています。これスマホではなくてフィーチャーフォンでガラケーで使うんですけども、 SNS でも送金しちゃうようなサービスで、これはもうケニアみんな使っているということで、要するに電話番号が銀行口座番号の代わりになっているというそういう状況になっています。でちょっとさっきそのニブロックの話をすると、その決済だけじゃなくて、例えばこれ中国の P2P レンディング、P2P って言っても、中小企業間だったり、個人間、まあ、個人がその中小企業に貸し出したりするようなレンディングですけど、これはもう18兆円とか、まあ、20兆円近い貸し出し残高になっています。こういうのがやっぱりもともとそういうものがなかったので、いきなりこう飛ばしてこういうものが大きくなってしまう。このルードとコンビはその最大でして、時価総額的に言っても未上場、世界トップランクになったので、そういう企画になります。まあ、こちらがコレソリサーチの中に出てますけれども、今後ともその傾向はチャイナがどんどん進んでいて、まあ、US が一方あんまり見ないということで、これはもう1200兆円ですか、これぐらいの市場規模に中国はこの数年になってしまうという予想になります。でインドもやっぱりそうです。でインドの直近のレポート、このデジタルペイメントというのが PCC コンサルティング会社とそれから Google の協調でつい最初に出てきますけども、こちらに詳しく書かれています。この2020年オリンピックですから、もう数年後ですけれども、インドでは、50兆円のデジタル産業、まあ、これインコマースが全部含めるんですけど、こういうものができますという話が出されているんですが、今現在これちょっと2015年ですけども、薄い上から2番目の箱が 13% になっている、あれがデジタル決済ですね、のところでございます。これはちょっと古くて瞬間不足も 20% いっていると言われています。ですからこれもうちょっと増えると、これが2020年で 26%、 2025年で4割弱にデジタルペイメントがなると言われていますが、おそらくこれよりもっと大きい、おそらく半分とか下手したら 7、8 割がデジタル決済になる勢いでございます。その一つの要因としては、でもハイカーというのがありました。ハイカー貨幣の使用を禁ずるという非常にワイルドな法律
スの小西市は果敢に断行しまして、世の中に貨幣流通している貨幣の 85% をある日突然使えなくするという強烈な法律を、実際に施行してしまいました。で、したがって人民币をバフと一瞬落ちたんですけども、その直後は一瞬で戻します。そういうこともしてますので、これよりももっと早く対して、日本に関して言う と、電子マネーの利用が5兆に超えましたというので、日経さん等とかいうと華々しく言われていますものの、見るとやクレジットカードのこの数分の1、5分以上が10分の1弱ぐらいで、10分の1強という形になってまして、やっぱりこれもリンクです。もともとクレジットカード、デビットカードの普及が増えているというのは電子マネー、がなかなか普及しづらいと。先ほどのペイ、インドの、フィンテックというのでいうと、最大手のペイ TM という会社でございます。2億人以上が使っているというのでして、月間で8000万円の計算処理していると、そう言われています。で、先日ソフトバンクが出資したのはかなり騒がれているんですけれども、インドで最大の、インド版アリペイですね。これこちらもご覧のとおり、さっき言ったのハイカという英語になっています。こういう屋台とか露天商みたいなところでも使われているというのでは非常に会社でございます。で、インド国を挙げてデジタルインディアとか、ワンフレーズポリティクスが本社大層スタートアップインディアとか、スマートインディアとかいろんなことがあります。やっぱり電子化には非常に力があります。で、そのうちの2つちょっと今日は覚えて帰っていただきたいものが、左側のアダーという12台個人化に持っているあれです。これを13分2弱 100% 今浸透させようと、もう 90% ぐらいでいっています。それからもう一つのワードが UPI、 これも覚えてくれているワードなんですが、要は、決済系であらゆるシステムを統合した一つの API です。これに近づけると、明日からフィンテック新サービスができるというようなシステムでございます。これも相当力を入れて国として国を挙げてやっている。だから個人の要は、お財布が全部 UPI に登録されても、いろんな証券だとか銀行だとか口座を持ってますので、それが一つに登録されているというようなサービスになります。先ほどのディマネタイゼーションハイなんですけど、これによってこういうよくこういうキャッチーの写真が出るんですけども、やっぱり銀行離れの通信ということで、わざわざこんなことをしてまでですね、キャッシュを使うんじゃなくて、みんなさっき ATM をはじめ、ウォレットを使うようになっています。で、決済だけじゃなくてですね、フィンテックはかなりインドで進んでおります。これ、ごく一部 の、 トップランナーたちを挙げたんですけど、例えば、フリーチャージという会社も ATM の競合、モビクイックも競合、だからウォレットだけで3社ぐらい大手なんでね、勉強してます。それから、ペイユーもですね、ナスパース系の、ナスパースが 100% の大手ですから、いうようなところが、3、4社で確認してます。その他にも、中小企業レンディングですとか、あるいは、債券の流動化とかですね、結構米国で流行り始めているようなビジネスモデルがあるんですけど、インドではですね、シリーズ C とか D とかそれぐらいの、メガスタートアップが多いということで、フィンテックはかなりインドでは盛り上がっています。で、ちょっと東南アジアはですね、この後の水谷さんも見てかなり触れられていただくと、私は駆け足、やっぱり荷台はグラブとポジションという、東南アジア版ウーバーが、アプリをそのまんまウォレット化しているというのがよく触れています。で、私も今シンガポールに住んでいるんですけど、シンガポールはどうかというと、同じくやっぱり逆リーグフロー、生地インフラがあるがいて、あんまり進んでいません。はっきり言ってくるんです。私も日本に毎月帰ってきて、これならアドホンがスイカを見て、デビットから言われたんですけど、どれだったらさみたいな状況と全く島本も一緒です。ネッツというのが、オレット的なものなんですけど、やっぱりクレジットカードの気持ちになりしますし、あとはこの、イージーリンクというのは、スイカです、交通系の支払いに使うんですけども、それが屋台方でも一応使えたりします。やっぱこの2年とか1年ぐらいでバーッと急に急車になって、
サムスン、アップル、それからアンドロイドのテレビと、この辺が伸び伸び出てます。人によって使い方のものを使ったりしますけど、かなりキャッシュオンリーのものが多いです。それ日本と一緒です。なので結構不明です。ということで、シンガポールもリンクの話題になっているかなと思います。じゃあ、その辺のリンクからその辺の話になって、そのぐらいしまして、ウォレットじゃなくてオールインワンという形を差し上げさっきお話したペイゲームそうですけども、特にアリペイ、それからウィーチャットの特徴に関してご覧の通り、もうウォレットじゃないんですよ、ポータルであり、総合ライフアプリであり、はっきり言ってこれ一つあれば、もう生活は全部できるというようなアプリになっています。この病院検査からレストランから出前からタクシーが全部割れちゃうと。で、結局、このアジアではこの UI がスタンダードになりました。先ほどのグラフは、それからロジェクトの理由は、見た目全然わかんないから、割と一緒です。ほぼ一緒です。で、それがですね、次はこのサイズ、ダズ、マダズというのが出てるんですけども、テンセント、WeChat、Weibo が8億人ぐらい、この人口の8倍使ってるわけですから、そのデータをアグリゲートしたら、とんでもないデータ量、データの動力、データ優先が生まれるというような状況になっています。で、同時にですね、例えば、アリペは当然アリババグループ、まあ、直接にはチャックバグループですけど、まあ、実際にはそれから JD は、テンセントですね。テンセントが大体2割強制出資をして、緩やかな連携をしています。で、彼らの流通総額、物を売ってる総額っていうのは、世界一レベルででかいので、まあ、アメリカなんかに成績があります。ウォルマーというのを入ってきますから、その購買データも全部インテグレートしているということで、その、まあ、10億弱ぐらいのデータを使って、彼が何しているかというと、まず一つは、スコアリングしています。これもあんまり日本では情報出てないんですけども、この G1 クレジットっていうのが、アリペイが作っているクレジットスコアリングサービスということで、米国では非常にファイコンというのが、非常に有名で、一般的な当たり前でございまして、逆に言うと日本はファイコという概念そのものがあまりないと思いますけれども、まあ米国時代から自分のファイコにスコアリングしていますので、でそれによって借り入れレートが変わったりとか、このジーマンの場合はいろんな付帯サービス、ホテルの安く取れるとか、全部いりませんとか、レンタカーが安く借りてますとか、米国の果てにはその海外旅行のビザがいらなくなってですね、いろんなサービスを付加してます。もう絶対離れなくられないとしちゃうんです。このビッグデータを活用して、そういうクレジットスコアリングをしたり、そのスコアリングをまた別のフィンテックサービスを使ったりということをしているので、この辺が相当ポイントだろうなと思います。ということで、今申し上げたように、そのバーチカルでは、決済とか、あるいは、なんか銀行とか、話ではなくてですね、インテグレートされたコンシューマーというのが新たにされるということで、これはなかなか生態系としては相当強いので、なかなかこうシングルサービスで立ち打ちできないような状況になっています。で、さっき申し上げたようなスコアリングは一つのこう一つの基軸としてですね。で、上にあるのはこのアントフィナンシャルのサービスラインナップです。で、アントフィナンシャルのアリペイのもう一つのサービスに過ぎなくて、例えば、このユーバーというのはこれローンです。消費者ローン。それからあとは、運用ですね、資産運用とか、株とか、あとカップ販売とか、いろんなものが全部ラインナップされている、総合金融サービスには、アリペイの場合は入っています。加えて、右下、さっき申し上げたように、ライフスタイル、日々使うようなサービスも全部このアプリの中に登録しています。で、コマース、大手のような部分を想定しています。これは全部インテグレートされていますから、これはもう、一つの大きな個人、コンシューマー産業、まあ、インテグレーテッド総合コンシューマー産業とか、そういうものを形成してしまっているというのが中国のフィンテック産業の現状で、大体、大内省内に似たようなことをテンセントがやっていると考えていただければいいと思います。で、このアリペイが、先ほどの、インド版アリペイであるところの ATM、ヒット株主、外部ヒット株主になりましたから、当然これをこの日本に入れてしまうということで、もう PTM もほぼ悪気を出すことでマスクを宣言していますので、オペレーションスコアリングも準備を始めています。インドも同じ状況になっています。
でこれがその相手の、出資アンドフィナンシャルのインベストメント案件です。これ日本一部だと思います。青いのが、フィンテック系です。要は、ミント、フィリピン、アセント、タイ、カカオ、コリオ、それからエムダックというのはシンガポールですけども、で197というのにあるのはこれまで、ATM を運用している会社です。なので、東南アジアとインド、大体主要の大きいところを投資という形で押さえています。これは買収でもないし、マジョリティでもないんですけども、緩やかな連携という意味で、1回の筆頭株主レベルの出資は大体終わっているというような状況でございます。で、そのだけ、例えば OFO とかですね、上の2つは出るのが、自転車支援とか、あと真ん中ら辺に出前のサービスだったり、あと右は中国版のウーバーとかですね、O2O っぽいものを考えているとで、先ほどのやっぱりライフスタイルアプリとして、決済の外側の O2O サービスをどんどん囲い込んでいくかなということで、海外の戦略としては O2O とジオグラフィカルのエクスパンダー、この2つの、方向性が明確にこれを投資案件を日本に入ったのでございます。最後に、東南アジアのスライドに関して言うと、このような形になりまして、テンセントとアリババはそれぞれ、このような形に投資をしています。でアリババに関して言うと、大きく2つの方向性がありまして、1つは当たり前ですけど、コマース。でもう1つは物流です。シンポストに出資をしましたとか、あるいはマレーシア政府ともシェイクハンドして、マレーシアの中心として一応一体じゃないですけども、物流も持つことが少しありましたが、この2社に関してアリババに関して、アリババアリペイグループに関して言うと、先ほど申し上げたライフスタイル、金融、それから物流も、この辺を全部押さえていって、で最近だと、報道も出ましたけれども、リアルな店舗の方は、ちょうどその、Amazon が、小売買収しました、ポールドです。あの買収したのと同じ戦略やりますって言ってますから、流通、小売、物流、この辺を完全に、中国内部はもちろんやってます。物流もたくさん持ってますから、それを中国の外に置いても、特に東南アジアインドあたりではめちゃくちゃ持ってるという状況でございます。テンセントに関して言うと、デジタル経済圏1丁目1番地に動きたり出資してます。サヌクというのはタイの、ヤクザバンクですね。それからガリーナというのは東南アジア最大のネット企業です。まあ、ゲームは中ですけども、それから、スタジアムグラブというやつも動きたり出資したり、買収したりもしているので、それだけ。なのでちょっと私の方からマクロビューを今駆け足で申し上げましたけれども、中国の2強を中心としてアジアのマクロビューというのはこのような状況になっています。ちょっとまだ後で、パネルのところでも少しお話していただきます。一旦私の場合でしょう。お話したものからどうぞお願いします。ご紹介になりました NPO の秀樹と申します。よろしくお願いします。まずちょっと簡単な自己紹介ですが、私は株式会社キングスキリオンというところで、コンサルティングをやっております。で弊社ですが、小さいながらキングスキリオングループとして持ち株が1社を取っておりまして、4社ほど事業会社を営んでおります。で左手から4つあるんですけれど、一番左がコンサルティングとしまして、決済、金融、フィンテック分野で主に新規事業の立ち上げ、国内の事業者様向けに新規事業の立ち上げを戦略企画の立案からシステム開発の運用のところまで立ち上げをサポートさせていただいております。で左手2番目がリンクプロセッシングという会社なんですが、こちらスクエアさんと同じようにスマートフォンにデバイスを、Bluetooth でつなげてクレジット決済ができるような仕組み、デバイスを作ってセンターも運用しております。で左から3番目、こちらは去年会社を設立して、去年の末ぐらいにサービスをローンチしたネストエッグという会社なんですが、ビームリーという貯金アプリを作っておりまして、スミシン SBI さんと日本初の防振系 API 提出をして
日々暮らしながら自然に貯金をするようなサービスを提供しております。で今は1個住信さんだけなんですが、今年来年にかけていろんな銀行さんとの接続をする予定になっております。で最後に一番右ですね、カードウェーブというベリトランスさんから事業を譲渡されまして、今年くらいから決済業界の調査だったり出版事業をやっております。で今ちょっとグループのご紹介だったんですが、グループとは別にフィンテック協会というものを2015年ぐらいに設立いたしまして、そちらの代表理事を弊社の代表である丸山が就任いたしまして、今ベンチャー会員さんが70社以上、個人会員さんも180社以上を参加いただいているようになっております。で今回のフィンスタムウィークに関しても、フィンテックジャパン2017というものを明後日の金曜日に丸ビルホールで、1日かけてイベントを主催するようになっております。で朝一は小池都知事に来ていただいて挨拶をいただいてから丸一日最後 のアフターパーティーまで投資で丸ビルの方でやるので、ぜひご参加いただければと思います。で少し東南アジアの目を転じますと、去年くらいからですね、フィノベイトだったりフィノベイジアだったり海外のフィンテックのイベントがいろんなところであると思うんですけど、去年香港でフィノベイジアというイベントがありました。でそちら の前夜祭というか裏番組としてフィンテックジャパン、ジャパンフィンテックナイトというものを前夜祭として我々の協会を主催で開催させていただいて、フィノベイジアに来ていただいているベンチャー企業だったり大企業の方とのネットワーキングというものを目的にフィンテックジャパンフィンテックナイトを開催していました。で今年もそういったネットワーキングだったり我々コンサルティングやっていますので、いろんな企業さんとの、ハブになれたらいいなという思いも込めまして、また今年も日本フィンテックイベントの前夜祭を裏番組をやろうかなと思っていまして、記載ある通り今年の11月の13から17、これ平日ですね、にシンガポールでフィンテックフェスティバルっていうのを開催される予定で、こちらのビザマスターさんだったり NFGM さんだったり日本の企業さんもスポンサーで入っているイベントになっておりまして、そちらの今仮なんですけれど同じく前夜祭として11月12日日曜日ですね、シンガポールの方でフィンテックジャパンフィンテックナイトのシンガポール版を開催しようとしております。でもしご興味があればお声かけていただければなと、今まずさにプログラムを作ってたりスポンサーを募っている最中ですので、また企画自体はこれから作っていく最中ですので、お声かけていただければなというふうに思います。で私の方から本題の方はアジアの決済消費行動事情ということで、特に東南アジアのところにフォーカスしてお話をさせていただければなと思います。で東南アジアは先ほど井原さんのご説明にもあった通り、やはりそのスマホモバイルファーストという言葉がキーワードとして挙げられるのかなというふうに思っていまして、日本のタイムマシン経由ではないんですが、PC の普及機、インターネットの普及機というものを介することなくモバイルないしスマホ、アフリカの NT さんも一緒ですね、そういったモバイルだとスマホが一気に普及してしまったために、やっぱりスマホが唯一のネットの手段であるような人々がかなり多いというふうに統計データも出ておりまして、で左手の方がネットユーザーのうちスマホが唯一のネットの利用手段である人の統計データで、マレーシアとベトナムに行って2割3割ぐらいがもうそういった統計データになっておりまして、中国はやはり都市部に関してはインターネット等 PC 等も普及しておりますので、そちらの統計よりは少ない数字になっております。で右手の方がネットのアクセスがモバイル端末である人の割合を大都市と大都市以外で統計データを取った数字になります。でやはり大都市というところは大都市以外、大都市の定義は細かくは定義されてないんですが、大都市と大都市以外に関しても大都市以外もやはりスマホを持ってモバイル端末を持っている人がかなり多いと、タイとかインドネシアに関してはもう8割9割ぐらいはネットのアクセス時間がモバイル端末である人が多いというふうな統計データも出ております。で先ほどのちょっとずっとエリアさんのずっと同じなんですが、スマホファーストを裏付ける背景といたしまして、やはり日本と大きく異なるのがアンバンク塗装、銀行口座を持っていない方の
割合もかなり多いと思います。で一番上がインドで、先ほどまあ4人ぐらいが持ってないとありましたが、東南アジアは下から5つぐらい赤枠で囲ってあるところが、まあ、東南アジアの統計データになりますが、まあ、真ん中の黄色いコメントを見ていただけると分かるんですが、成人人口に占める割合というところで、やはりそのアンバンクド層の割合がインドネシアだったりベトナム、あとはフィリピンだったりがかなり大きくあのアンバンクド層の割合が占めていると、まあ、成人人口に対する割合ですを占めていると。でそれに対して携帯電話の普及率ですね、一番右に関してはもうほぼ 100% 超えの数字が統計データで出られています。これはほとんど主導データになります。で少しあの統計データというよりかは、あの人々がどのように消費をしている、人々がどのように行動しているのかというところにあのの状況をご説明したいと思いますが、 EC 決済サービスの状況とありますが、まあ、日本の場合はアマゾンとか楽天の EC サイトに行ったり、そういったアプリを使って、まあ、自分の商品を検索してっていうのがあの、まあ、スタンダードなあの買い物の手段行動かもしれませんが、東南アジアで面白いなと思ったのが、あの SNS を使った影の EC と表現してますが、そういった EC があの全体で3割以上占めているというような統計データも出ておりまして、ここ例に挙げているのがインスタグラム、インスタグラムであの店舗の情報を見たときに、あこれいいなと思った、でその商品を閲覧して、そのまま LINE で問い合わせを、まあ、店舗とあの一対一コミュニケーションを取る方法ですので、 LINE で問い合わせをして、その中でそのままもう支払い方法も確認したり、支払いを確認したり、また商品発送まで最終的に LINE でコミュニケーションを取るというような、 SNS で全てが完結してしまうような EC が東南アジアでは、まあ、3割ぐらいを占めるというような統計データもあり、メッセージラインの上に書いてありますが、商品受け取り時の現金払いが EC 取引の 80% と書いてますが、先ほどのアリペイのロジスティックの参入もしかりなんですが、東南アジアはあの EC をした際に物が届かないとか、あの物が届いても何もできないな、物が届かなくても何も問い合わせできないとかっていうような、日本とは全然違うインフラになっておりますので、やはりまだまだ現金払い、キャッシュオンデリバリーとかしますが、代引きですね、そういった支払い手段もかなり多いので、そういったところをどうクリアしていくか、そういった課題をどう解決していくかというのが、モバイルペイメントの大きな、まあ、課題なのかなというふうに考えています。でもう一つ、決済手段に関しての、その前後のお話をしますと、メッセージアプリ、こちらの我々のちょっと馴染みがある LINEPay のタイパンですね。ラビットというあのタイのスイカですね、交通系の電子マネーがあるんですけれど、そちらと LINEPay さんがあの提携をいたしまして、ラビット LINEPay という形でサービス提供しておりまして、ユーザー数がもうあの4000万を超えていると、まあ、こちらの統計データショットで取ったデータなので、もっと増えていると思うんですけど、大体もう8割弱ぐらいはユーザーがいると、まあ、日本の LINEPay を4000万としたとかいいますが、まあ、あれはちょっとお年玉の時にちょっと増えたかなというふうに私は考察をしております。でこちらもあの後ほどご説明、別のスライドでご説明をしますが、あのリアルの店舗でもあの QR で決済ができたりとか、こちらの日本でも LINEPay はローソンで決済できますが、まあ、そういった形であの LINEPay の加盟店だけではなく、まあ、EC の加盟店だけではなくて、リアルの、 あの店舗でもどんどん買い物ができるようなあのサービスになっております。今は4,300で利用可能ではありますが、まあ、そんなに多くはないんですが、まあ、普及しているというふうに認知度が高いというふうに聞いております。で同じようにインドネシアで右下なんですが、インドネシアでも地元の銀行と協業をして LINEPay にキャッシュというものを展開しているので、まあ、LINE さんはあの日本で最初 LINEPay を立ち上げましたが、徐々に東南アジアに向けて一歩一歩あの踏み出しているかなというふうに考えております。やはりあのお金をあの今まではコミュニケーションアプリというのは単純に日々のコミュニケーションだけだったんですけど、それをお金のコミュニケーションというものに変えまして、LINEさんはあの単純にお金をやるとする送金アプリではなくて、お金のコミュニケーションを取るようなサービスとして一つに認知しようとしているのかなというふうに考えています。でもう一つ事例を出しますと、あの配車サービスですね。先ほどあのクラブさんとゴジックの話が ありましたが、あの東南アジアに関しての配車サービスは三つどもえの状況かなと思っていまして、まあ、代表的なアメリカのウーバーさんと
と関数財のグラフとオブジェクトになっていまして、で決済に関してお話をすると、グラフさんはグラフペイ、オブジェクトさんはオーペイというものを出していまして、やはりその一つのサービスにとどまらず、そこで出たバリューだったり、そこで運転手さんと、まあ、チャージポイントに乗ったりとかで、いろんな決済手段への裾野を広げているようなサービス展開をしております。でグラブさんに関しては、今後個人間送金サービスも開始予定で、ソフトバンク、先ほどの投資の一覧にもありましたが、ソフトバンクさんや国内 の, ライドシェア、中国のライドシェアの会社が26億出資するなど、かなり今勢いがある会社で、今2000万ダウンロードくらいというふうに統計データは出ておりまして、で GoJX さんの場合も個人間送金はもともとできます。で先ほどちらっと申しましたプリペイドサービスなので、お金をどこで入金するかというのがサービス上課題にもなっているので、まあ、タクシーを配車しまして、タクシーに乗ってる間に運転手さんに現金を渡して、自分のゴーペイに、まあ、チャージをするような動線を作っているような、一連の行動をサービスにくっつけたようないいサービスなんじゃないかなと思いまして、まあ、インドネシアだけで展開はしてますが、アプリは2500万ダウンロードというふうにかなり伸びているかなというふうに言われています。最後の方なん、最後の最後になるから QR コードの決済、 QR コード決済の統一企画と、今コムジェクさんとかユーペイさんとか、いろんな自分の証券以外でもリアル店舗でお金を使わせる、決済させようとすると、どうしても店とのインターフェースが必要になっていまして、というか日本に来た時にスイカ、エディみたいな、こういろんなツールがあると思うんですけど、結局加盟店側にもユーザー側、事業者側にも負担がかからないサービス、インターフェースというのがやはり QR、 QR 自体はレガシーな仕組みなので、だいぶ簡単に作れます。で表示するだけで、まあ、屋台に貼っておけば勝手にそれを読み取って決済したりとかっていうような、 QR 決済がかなり日本でも流行ってきておりまして、東南アジアもそれは見えることになっております。でそういった QR コードの決済事業者が乱立することによって、やはり加盟店側はいろんな QR を店舗の前に出たら貼らなきゃいけないのとか、もう日本のコンビニなんかはいろんなアクセプタンス、ビザマスター、うんぬんかんぬんいっぱいあって、もう普通の消費者がついていけないような状況にもなっていると思うんですが、左手のインドのバーラと QR というものは、国内で QR の企画を統一しようというような動きになります。で写真にある通り、QR をかざしたときに右手にチェックマークがよくあると思うんですけど、自分 の, QR に紐づいたルーペイというのがインドのデビットカードですね。で、あとビザカードだったり、アメックス、マスターカード、どんなサービスでも、自分の ID に紐づいたサービスであれば、統一された QR を読み取ることで、加盟店からいろんな、イシュアーというんですかね、発行主体に年分が飛んでいくようなサービスになっております。ちなみに、バーラドというのは、日本でいう日本、日本のような、インドでいうインドっていうような意味だそうです。で吹き出しでちょっと速報させていただきますと、NPCI というインドの決済システムを統括するような会社がこちらを統括して推進しておりまして、世界初の共通決済 QR コードと書いてありますが、加盟店側に加盟店を特定するような統一 ID を持たせて、その後にクレジットカードでいう BIN のようなものでいろんなサービスがまたがったところで、ビザだったりマスターだったり、その QR 読み取った後に年分が飛んでくるような仕様を設計しようとしています。で右下の矢印 PayTM と書いてますが、PayTM はもともと銀行ではなくて、最近決済銀行というか預金だけできる決済銀行のライセンスを取ったというような報道もありましたが、PayTM さんにやられまくる前にこういった国主導で統一企画を出そうとしているのかなと思いまして、ペイティングにはまだこの企画というものを開示してないというふうに情報ではまだ開示してないというふうになっています。ですみません、もう一つ前のフォントペイなんですが、こちらは少しグローバルスタンダードに近い統一化を図ろうとしていまして、フォントペイは送金サービスとして
あのユーザーが使っているものなんですが、もともとタイはナショナルインペイメントプロジェクトといいまして、タイ国を挙げてあの電子決済比率を高めようキャッシュレス社会を作ろうというのは、日本でもあの自民党や経産省のインテックビジョンでもありましたが、そういった国主導の電子決済の取り組みを推進しておりまして、その中でフロントドペイとか QR コードの統一化を図るために、あの大の中央銀行だったり大の銀行協会が EMV5 国際ブランドのセキュリティ基準になりますが、それに準拠した QR をフロントドペイに採用するというような報道がありまして、こういったグローバルスタンダードの QR 統一も始まっています。で、同様にシンガポールでもあのそういった EMV 法の準拠に対する QR 統一化の動きがありまして、 SGQR の QR をシンガポールというような取り組みが今動いているというふうに統計とか、すみません、ニュースが出ております。実はあの QR コードの統一に関しては東南アジアだけではなくて、先ほどの、 あのいろんな決済サービスが日本で乱立している、で例えば銀行の API が、まあ、今年開放されることが決まっていて、よりペイメントサービスがあのいろんな事業者が作りやすくなった〇〇ペイというのがどんどん増えるんじゃないかと。で、流通企業さんとかいろんな EC 企業さんが自社の会員基盤や自社のあの元々持っているフリーペイの情報を外でも使わせるようにしたときに、やはりそのインターフェースとして採用されるのが、まあ、安価な QR、 加盟店側も端末、あの高い端末をいらないですし、事業者側もあの QR の企画というのは QR の生成の仕組みというのは簡単なものになりますので、そういった QR の乱立というのがあの日本でも起こるのではないかなと思っていますので、そうした動きをどのタイミングでどういったプレイヤーがプラットフォーマーになるのかというのがかなり注目されるのではないかなというふうに考えています。はい、私はお会いしましょう。ありがとうございます。失礼しました。私、株式会社リキッドのフルと申します。弊社はですね、主に生体認証を使った、決済やドアサービス等を行っておりまして、まあ、そういった意味ですと、先ほどの、
リカルド様や水木様とは違いまして、まあ、ほとんどそのユーザー側といいますか、実業の方で、インテルの技術開発を、まあ、主に行っている会社となります。まず弊社の概要なんですけれども、まあ、私が所属しているのはその海外事業でして、まあ、このグラフでいうと下の真ん中あたりのローカルアフィリエンスになっているところで、現状はまあ主に東南アジア4カ国、まあ、先ほどご説明させていただきますが、海外展開の責任者をしております。で、まあ、私名前の通りもともと巨人は中国でして、私自身は、まあ、あの日本で、生まれたんですけれども、まあ、主にそういった中華圏の事業担当を行っております。で、弊社の株主構成を、まあ、ご覧いただきますと、まあ、メインの株主は東京大学のベンチキャピタル、いわゆるユーテクさんです。で、その他、まあ、商社さんや、不動産系の会社さん、こちらは、まあ、ドアの方の、いわゆる社員証ではなく実際に指紋認証でドアの勤怠、管理を行って、まあ、連携上の株主として入っていただいています。その他は、まあ、NTT さんや KDDI さん、また、まあ、銀行さんは、まあ、メイン参考は、メイン参考様は、おおむね入っていただいております。で、まあ、我々が何しているかと言いますと、究極的にはですね、指紋認証だけで、まあ、世の中の全ての認証が行えるという世界観を目指しております。で、まあ、これだけ言うとちょっと頭がおかしい会社なんじゃないかなと思われてしまうんですけれども、もっと具体的に言いますと、下のチャートにありますように、主に例えば今実際に日常生活で朝通勤行ったり、まあ、そこでスイカを使います、まあ、あとは昼にランチを食べたりするときにカード払いや ATM で、さらに病院行ったときは診療カード、そして、まあ、いろんなお店行ったときにはポイントカードを使うんですけれども、これをまとめて一つの企画で認証サービスという形で提供できないか。で、それを認証するには何がいいかというと、まあ、先ほどその水木様がおっしゃったように、東南アジアだとまあ QR コードが主流になっていて、で、日本は正直その2歩も3歩もちょっと先に行き過ぎちゃった分、まあ、市場的にちょっとついてこなかったのかなっていう思いもありますが、今主流は例えばスイカですとかパスモとかですと、まあ、いわゆる非接触型のカードで、これもまあ究極のところにクレジットカードと紐づいておりますので、本人認証のところで、まあ、その偽造や、まあ、盗難が起こり得ます。で、究極のやっぱり認証は指紋だと、まあ、昔から、指紋っていうのは、本人認証に使われてきたとは思うんですけれども、まあ、それを技術的に、いかに安価でさらに、まあ、幅広くいろんなユーザー様に使ってもらえるかということを、まあ、弊社は最終的な、世界観として目指しています。で、まあ、ここはちょっと具体的な技術的なスライドになるので手短にご説明しますが、我々の、まあ、技術的な特徴としては、もうタイトルにもあるようにアーティフィシャル、つまり、視覚情報から得られる、特徴を元に生体認証を行っております。で、それが、可能にできるのはやはり、近年その iPhone とかでも指紋センサーが導入されたように、指紋センサー自体の価格の、下落が、まあ、一般流通上は可能にしておりまして、で、将来的には、まあ、網膜ですとか顔認証、もしくは、まあ、その頭の頭蓋骨のです、ね、3D スキャニングなどの、センサーを通して、まあ、いろんな形で指紋にこだわらず、指紋はあくまでも一つのスタートとして、将来的には生体認証技術を、まあ、いかに安価でいかに確実に行っていくかというのを会社のミッションとしております。これは、左と右で、左が、今実際に使われている認証システムですとか、実用化されているものになります。で、右側は、まだ研究開発の段階で、まあ、将来的に、サービス導入を考えているものになります。で、実際今会社としていただいているサービスは、主に、上から言いますとタッチアンドペイ、主にインバウンド向けに、注文を事前に登録して、そこからは限られたエリア内ではありますけれども、キャッシュレスで指紋のみで全ての決済が可能になります。
2つ目の、右上の、まあ、右キットキットありますが、こちらは、先ほど申し上げたように、実際に会社様ですとか、まあ、弊社の入っているビル、三菱地所さんのビルなんですけれども、そこのテナントさんに使っていただいて、いわゆる社員証の代わりとなるもので、ドアに弊社のキーシステムをつけていただくので、弊社による入退場が可能になります。右下はレジシステムとありますが、まあ、これは A と似ているシステムでして、加盟店様が現在は大体2000から3000店舗あるんですけれども、まあ、その限られた加盟店様の中ですと、指紋のみで決済いただけるサービスを提供しています。で左下は ATM システムとありますが、これは後ほどご紹介させていただきますが、実証実験の段階でして、実際にはイオン銀行様や、千葉銀様などに導入いただいてまして、これはあくまでも新規のお客様というよりは既存のお客様向けに指紋を登録いただくと、どこ店員ですとか暗証番号なしにサービスが可能になり、本人確認ができるという、形になっております。で右側は、新規サービスなんですけれども、右上のマイシティ、これは空間把握システムでして、具体的にはレストラン様などに導入いただいております。こちらは、実際には座席ですとかテーブルの下に、小型のセンサーをつけていただいて、瞬時にリアルタイムで、空席や、入店時間が分かります。で具体的には、まあチェーン店様などですと大体金曜日ですとか土曜日の夜になりますと、渋谷ですとか新宿で、まあ、呼び込みがあって、で実際じゃあ10名入れますかって聞いた場合には行ってみて、今現実的には、電話をして空席確認して、まあ、大体あと30分でそうですとかやってるんですけれども、それをまあ主に多店舗様向けにリアルタイムでまあ空席状況を提供できると。でもう一個左下の丸がシンゴルという会社で、弊社のグループ会社でして、こちらは足ですとか全身の 3D スキャンのサービスを提供しております。具体的には例えばスポーツジムですと、まあよくコマーシャルやっているジムさんですと、まあ、ビフォーアフターで大体10のジム入って3ヶ月経つとどれぐらい体型が変わりますとか、でこれを、まあ、瞬時にコンピューターで実際には、まあ、人それぞれ骨格ですとか身長ですとか体脂肪率が異なりますので、大体まあ20秒から30秒で、トレーニングの例えば何日も何週間後はこういう体型です、リアルタイムでまあシミュレーションができる、サービスとなっております。で、まあ、いずれも弊社の、画像認識の技術を使えたサービスになってまして、まあ、あくまでも画像認識をコアとしていろいろな新サービスをこれからも展開していきたいと思っております。まあ、ここからは、弊社の技術の具体的な導入のメリットなので、ちょっと皆さんが直接関係あるかどうかはわからないので、ちょっと簡単に飛ばしますが、まあ、簡単に言うとクラウド上で弊社のサービスにコネクトしていただけると、そこでデータ管理されますので、まあ、自社でサービスですとか顧客データを、導入したり運用するよりは安価で済みますよですとか、まあ、あとはカードですとかパスワード、あとはまあ銀行様とかですとワンタイムパスワードですとか、まあ、最近はあまり使われなくなってしまいましたが、ランス業ですとかそういうのをまあ一時郵送したり、数年おきに作り変えたりするコストが省けて、まあ、指の指紋は当初とても基本的には特徴点は変わらないので、それが、まあ、いかに安価で、高セキュリティで保たれますということを示しております。でここも、まあ、他社様の例えば指紋認証とどう違うのかという、まあ具体的な技術的な部分になりますので、非常に分かりづらいスタイルの挙手なんですけれども、まあ、基本的にはその左下の部分を、まあご覧になっていただけると分かるんですけど、指紋上のまあ特徴点、これマニューシャとまあ言うんですけれども、これを結んだ面積ですとか長さ角度等でまあ本人確認をまあ行っているということを示しています。まあ弊社の実際に今までのまあ導入実績を簡単にご紹介申し上げますと、左から申し上げますと、総務省さんのイノベーション大賞を今受賞しておりまして、実際に実用としてはハウスデモスさんで園内決済、これは園内全体のまあチケットを購入するところから園内の
商店まで全て使える形となっております。で、3つ目の4銀行さんですけれども、これはまあ支店がかなり店舗限られているんですけれども、実際に ATM に指紋認証機を付けさせていただきまして、まあ、今までですと、例えばパスワードと指紋ですとか、二重の認証で、まあ、指紋はあくまでも挟むといった形で使われていたんですけれども、この4銀行さんの場合は、実際にもうキャッシュカードですとか、暗証番号すら入力せずに、自分の指を通してるだけで、まあ、ある程度以下の金額の、まあ、入出金ですとか、そこができるように、実証実験を行いました。でさらには、まあ、大手町ですとか渋谷での、空間把握です。これは、まあ、オフィスビル様向けに今導入を、考えております。現在の、まあ、国内における、弊社の取り組みですけれども、主に4エリアございます。まあ、先ほど申し上げたように、まあ、それにはリテール銀行様向けに、ATM の横に、まあ、指紋センサーを付けさせていいただいて、そこで、ここに確認を行う。でもう右上が、スマートキーといいまして、まあ、じゃあ文字通り、鍵なんですけれども、まあ、オフィスビルのみならず、まあ、最近ですと、まあ、ビジネスホテル様や、カプセルホテルといった、まあ、いわゆる人件費意識が、まあ、割と高い、業界の、ホテル様向けに、まあ、導入を行っております。で左下はインバウンドで、実際には、まあ、インバウンドですと、今、チェックイン実際するときに、まあ、パスワードですとか、あとは宿泊台帳を一時手書きで全て打たなきゃいけないんですけれども、こちらも、まあ、一度、日本に来ていただいた方ですと、まあ、実際に登録していただいて、そちらで登録済みの情報を、まあ、瞬時にホテル様宛てに、情報共有させていただいて、チェックインのときには、まあほぼシームレスに、まあ、事実上は指紋認証3秒ほどだけで、まあ、実験できるような形を作っていければと思っております。で右下のエンターテインメントですけど、これは主にライブ会場様を、対象と、しておりまして、具体的には、まあ、昨今そのチケットの本人確認等が、まあ、話題になっておりますけれども、その本人確認を指紋ですとか、まあ、指紋以外のもので、本人確認を行うというふうに考えて、まあ、ちょっと東南アジアから離れてしまったので、東南アジアの、弊社の取り組み例を、簡単に説明させていただきます。左上のマレーシアですけれども、これは現地スーパー向けに、スマートカードといいまして、まあ、瞬時に決済ができるサービスを、まあ、本人確認ですとか、まあ、弊社のセージング技術を使って何かできないかと。これはまだ実証を行っている段階です。で右側のフィリピンと、インドネシアですけど、フィリピンの場合は、まあ、ナショナル ID、 先ほどの、まあ、インドの例と似てるんですけれども、このナショナル ID と、本人確認を弊社の技術でできないかという形で、今現地側の、まあ、財閥とともに準備を組んで、進めております。右下のインドネシアですけれども、まあ、これも現地財閥と、まあ、共に準備を組んでいます。インドネシアにおける、まあ、本人確認の、高度化を進めていっている、まあ、実際最中でございます。まあ、これはじゃあ実際に使っている機器で、指紋認証の場合は、まあ、セキュリティ用コードにする場合は、まあ、左上の3つの、3本指でやるんですけど、まあ、その例えばオフィスの入退所のみでしたら、まあ、右下の、大体1つ、2指1つの映像センシングで、まあ、利用可能になっております。ここは先ほどいろいろ海老原様や二関様からももうすでにご説明あったので、まあ、弊社の今後のターゲットとしてはやはり、まあ、中国、インドもさることながら、横で東南アジアの場合はやはりインドネシア と、あとはタイがすごい伸びてきておりますので、まあ、そこに、まあ、ターゲットを絞りつつ、結局は、まあ、スマホの普及率と並行して、まあ、この本人確認の、マーケットも広がっていくものと考えておりますので、まあ、ターゲットとしては、当面はインドネシアと、でさらには、まあ、長期的には中国とインドを、まあ、攻めていければなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ですね、次ちょっとお二方、かなり専門的なお話とあと、実
私的にお話をさせていただいたので、パネルディスカッションという形で、あと、リサーチという形で、お話をより深掘りしてお話をさせていただければと思います。じゃあ、人数も少ないので、インタラクティビティ、お二人でお話をしてください。なんかご質問をまずご覧ください。ご質問があったら、そちらからお話をしてください。前の、はい、ありがとうございます。東南アジア、ないしインドの方は、決済がスタートになって、エコシステムが回転し始めるというご説明というふうに対して多くですけども、一方で、日本の方はなかなか決済の方は、過去のいろんな経緯があって、なかなかそこは進んでいかないと。こういう場合、日本ではどういうふうにこう中国やインドがやっているようなエコシステムを作っていくというアプローチができそうか、ご意見聞かせていただければと思います。はい、そうですね、日本の場合はですね、まず結論から申しますと、やはりその事業者単独でやってもあまり難しいかな、時間がかかるかな、で時間がかかると結局海外の人たちが日本人に使えるようになりたいと、カカオが提携した話も、カカオペイシックが韓国の人がインバウンドで入ってきたときに、アリペイの加盟店に使えちゃうので、加盟店を展開する必要がなくなったんですよね。ちょっとしたソフトウェアの力があるんですけど、そういったスピードが勝てなくなっちゃうので、例えば、同業種でコンソーシアムを組んでやるとか、いわゆるキャピス、JCN のようなレガシーな決済手段、ただ、間違いなくつながっている会社だったり、店舗だったり、銀行ですね、そういったところが多い。銀行は何で重要かというと、我々のお買い物するときの源泉は給与として絶対銀行口座に入ってしまうのがほとんどだと思いますので、そこをいかにパスするできるかというのが重要になってくると思います。なので、事業者が、コンソーシアムを組むとか、結局そこで決済で儲けず、その後に出てきたデータをいかにその事業者がオープンイノベーションで活用、利活用し合えるか、簡単に言えるんですけど、データを利活用なんていうのは。そういったところがかなり重要になってくるかなというふうには考えています。そうですね、結論から言うと、これ個人的な意見とかもちろん含むんですけれども、日本の場合はやっぱり逆に技術が高すぎて、なんていうんですかね、そこにこだわらなくても いろんな方法で決済ができちゃうので、例えば一つ中国の場合、個人的にその仮想も含めて偽札がやっぱり多いんです。でインドも多分多いです。で露天商とかだとチェックするのに目で見たり、その彼ら偽札チェックマシンを買えないので、で見たり、あとはその盗難とかもやっぱり多いので、その多額のキャッシュを持っていると危ないっていう、それはもちろんユーザーにとってもそうなんですけど、店だとやっぱり、明らかにお金が毎日だいたい営業終了時間前にはいっぱい溜まってますんで、そこの社会的背景は一つあるかなと。でもそれを言ってもちょっと日本で例に応用できないの で日本の場合は先ほど、私も秀樹さん、その意見に賛成なんですけど、やっぱりその大元の銀行様、そして稼働会社様、アクアイアンス様で加盟店様と、ここ一体化ある意味しないと、やっぱりなかなか個々にやってると、そのやっぱ競争が生じてしまって、一つの、なんですか、企画が定着しないので、そういった意味だと、ちょっと国主導っていうのが、正しい言い方かどうかわからないんですが、ある意味、誰かが主導になって一つの、企画を作る方向に向かっていった方がいいのではないかなと。同じ例が多分そのガラケーの時に、日本各メーカーだいたい自分でバラバラでいろんなガラケーを作っていて、で結局多機能化したんですけど、で iPhone が結局大元のなんていうか OS を取っちゃったので、結局メーカーがその下の気に今なんてならざるを得ず、で機能拡張も限られているので、そういった意味だとやっぱり、無駄な競争って言ったらあれなんですけど、あんまり細かいところでは競争しないで、なんか一つのビジョンをみんなで一緒にやっていくということがいいのではないかと思います。はい、ありがとうございます。もう一方後ろで手が上がって、お願いします。こんにちは、
ありがとうございました。生体認証のところでちょっとお伺いしたいんですけれども、例えばそのインドですとか東南アジアの国の方でも実証実験みたいなものを実際にこう進められているというお話だったんですけど、そこでちょっと疑問なのが、今そういう意味ではもう QR コードみたいなものがものすごく普及していて、ある意味なんていうんですかね、すごい完結しているのかなと思うんですけど、その中でそこからさらに進んで、その、東南アジアの国々が次生体認証に行こうって言って、なんかどういうところになるのかなっていうのがちょっと分からなかったので教えていただけると。ありがとうございます。簡単に、生体認証と、まあ、QR 単純に比べたときに見て、まあ、メリットはやっぱり安全性、セキュリティです。まあ、つまり指紋の特徴は自分60億分の1人しかいないので、まあ、ほぼ確実です。一方でデメリットはやっぱり高いです、コスト的に。なので、まあ、我々のミッションとしてはいかに安価に今指紋認証など他 の, その生体認証を東南アジアに提供していくことかと思うんですけれども、その中で、まあ、僕はそのケースバイケースでロケーションバイロケーションだと思っていて、例えば露天商ですとかそのタクシーのような1回の決済が、まあ、日本に数百円ですとか1000円超えないような場合は QR でも、まあ、彼らからすると導入コストがすごい高くなっちゃうので、それで済んでて、一方で、ハイセキュリティ、例えば、アパートの入り口ですとかホテルですとか、あとは、まあ、銀行証券会社とかでは、まあ、生体認証を使っていく。でそういった意味だと、まあ、そもそも日本でもそこまでそのセキュリティを応用するところで生体認証がそこまで進んでいるかというと全然そうではないと思うので、まずは、まあ、日本ですとか、まあ、先進国で進めながら、セキュリティのいる場所では、まあ、いわゆる高付加価値のある場所では生体認証が、まあ、受けるのではないかなと考えております。他にいかがでしょうか。あ、どうぞ。すみません、2つあるんですけど、1点目が先ほどのお話の中で、まあ、その収入が、まあ、給与を振り込まれる、まあ、銀行口座に、まあ、直接アクセスを、まあ、してまあ、サービスを展開するというような話だったと思うんですけども、そうした場合、まあ、その既存 の, クレジットカード会社、まあ、ビザカードですとか、そのまあマスターカードというところ の, その役割の変化ですとか、あとはそういったクレジットカード会社が今 の, そのいろんなその決済の、まあ、スタートアップとかの動きの中でそのどういう動きをしているのか、まあ、そうですね、アジア地域においてどういう動きをしているのかというのが分かるところがあればちょっと教えていただければなということと、あと2点目はその、まあ、先ほど、まあ、いろんな東南アジア の, その、まあ、決済会社のサービスのご紹介があったんですけれども、まあ、今後の、まあ、東南アジア の, そのマーケットにおいて、まあ、どういった点に強みを持っている会社が、まあ、やっぱり一歩その先に頭抜け出していくのか、それが例えばそのアリペアリババみたいにその物流と結びついているような小売と結びついているようなところなのか、それとも国と連携して何らかの QR コードみたいな企画を統一をしていくようなところがやっぱり一歩抜け出すのか、はたまたまそのなんか本人確認みたいなそういうテクノロジーを持っているところが何か一歩抜け出していくのか、そういったものでももしかしたら国ごとに違うのかもしれないんですけども、どういったところにエッジを持っている会社っていうのが一つ頭抜け出したような存在になっているのかというところについて。はい、じゃあまず1点目のそのビザマスターが今後どうなるかという話と、今どういう動きをアジア諸国にしているのか、そうですね、ビザマスターと大きく JCB で分かれると思うんですけれど、JCB は国内の唯一のブランドですが、VEM に関しては今 API の開放だったりオープンイノベーションにかなり力を入れているような状況になっておりまして、例えばマスターカードとかですとモバイルペイメントという表現なんですけど、モバイルペイメントを例えば QR コードをワンタイムで発行するとか、まあ、そもそもアプリ の, フレームワークを作るとか、そういった簡単に作れるパッケージというんですかね、そういったものを簡単に作れるようなものをオープンにしてたりとか、あとはビザさんもデベロップメントサイトみたいなのを作って、そこに誰でもアクセスできるような環境になっていて、いろんな API があってビザが持っている仕組みですね、そういったところも API でいろんなサービスを作れるように開放しているような、簡単に言うと裏方に回っているような動きが顕著にあるかなと思っています。でやはりそのカードのビジネスモデルとして、まあ、ネットワークを持っているブランドと、あとは実際にカードを発行している海外だと日本と違ってカード会社というのがありませんので、
例えばセゾンとか JCB の、まあ、自社発行の JCB とかオリジナルシリーズなんかあると思うんですけど、そういったイシュアと呼ばれるところがカード会社じゃなくて全て銀行になっておりますので、そこは日本と大きくなっているとは思っています。なのでブランドは裏方に回ってネットワークの利用料をもらったりとか API の使用料とか、そういったところのデータが集まる中心にいるようなポジションを取っていくのかなというふうに思っています。で API の開放自体は結構前からもう今の API の数はかなり増えていると思うんですけど、結構前から取り組み自体はやってらっしゃるというふうに聞いています。で JCB に関しては実はちょっと特徴的で、日本に関しては圧倒的に加盟店を持っています。でビザマスターと違って JCB の加盟店は JCB がアクアリングをやっているようなモデルになっているので、そこをどう生かすか殺すかっていうところが JCB の課題なのかなというふうに考えています。で先ほどのカエルジャンプのお話にもありましたが、銀行と、まあ、お店、いわゆるそこでお金を使う消費者が直結するダイレクトに使われることによって、いわゆる銀行口座を顧客の代わりにお振りをしていたカード会社っていうのがいらなくなるような時代にもなってきますので、やはりそこでカード会社がどういう立ち位置に回るのか、ビジネスモデルがどんどんこうゲームチェンジしてくるような世の中になってきていますの で API の義務化っていうのももう制定されてしまいましたので、そこはかなり顕著に動きがあるのかなと思っています。でちなみにヨーロッパは 2,3 年前からそういった API の開放が義務化されていますので、そういったフィンテックベンチャーがいろんなサービスを作りやすい環境にあるというふうに聞いております。でちなみにですが、経産省 の, 委員会に関してはカード API っていう検討も最近、ここ半年くらいかなありまして、まあ、そちらに関しては義務化ではなくてガイドラインで、まあ、いわゆるカードの決済の API に関わらない、まあ、ポイントを前売りに変換したりとか、あとは明細を見たりとか、そういった本業に関わらないところの API を開放するというところがガイドラインに決まっておりますので、まあ、ちょっとずつそういった動きが始まっているのかなというふうに感じています、はい、かなりそういったオープンイノベーションというのは、まさかの相当投資もスタートアップ投資もしていますので、かなり大人じゃではないでしょうか。2点目はどんな強みがあるところがそのフィンテックプレイヤーが強いのか強くなっているのかっていうのは、まあ、初から答えると、まあ、明確にやっぱりユーザーを持っているところ、さっき申し上げたようにホリゾンタルなところになってますので、まあ、アリペイ、テンセント、それから、まあ、東南アジアでもグラブとかゴジェクト、まあ、関係ない決済でないプレイヤーがユーザーがたくさん持っているところで、決済優先して一番多いところを取っていただくのが、こちら最初に、まあはい、後でいいですか。ちょっと今の質問若干かぶっちゃうかもしれないんですけど、さっきアリペイっていうかアントがもう拡大しまくってて、テンセントっていうかウィチャットも巨大になり続けるっていう、この構図の中で、まあ、シリコンバレーもガンマみたいなこうジャイアントが全て飲み込むっていう構図ができてきている中 でデータがポイントですよ。そうするとスケールしてる人がさらに強くなる中で、そのベンチャーっていうかスタートアップの観点で特にアジアみたいなダイナミズムがあれば、なんかここはまだ戦える余地があるっていうところがどこかあるのかないのかとか、逆になんかすごくもう飲み込まれすぎてて、もう少しこうバーティカルが立っていれば隙間がありそうなんですけど、ワンアップでライフスタイルアプリだって言われちゃうと、本当になんかどうすればああいう人たちって戦えるんですかっていうか、まあ、それは分かってやってるんですけど、どう見てらっしゃるか、ね、この辺の生態系を。だからこれはまさに我々ベンチャーキャピタル共通のこうテーマだと思うんですけど、まあ社会にとってもありますけども、私はやっぱりインターネットの外で強みを戦えるというようなプレイヤーじゃないと、ちょっとやっぱり7大グローバル7大ネット企業にはちょっと厳しいんじゃないかな。まあそのある程度の値段で彼らに買ってもらうっていうことはできるんだと思うんですけども、ちょっとそれも今の悩みになって、やっぱり一生懸命頑張ってロシア戦略を持った場
まあ、今やっぱりネットの外でいかにフィジカルな、まあ、そのビジネスリソースを持って、強みを、持っている例えば病気でも認証し、教育でも認証し、自由なでも認証しますけど、プラスデータじゃないと、データだけで完結するビジネスはとてもじゃないのあったら経済圏の中で戦うことができないんじゃないかなというのは我々考えています。逆に質問しちゃうかもしれないですけど、やはりその東南アジアもアコムさんがベトナムでずっとライセンスを申請しているように、いろんな金融って法規制があるかなと思っていて、そういったところってベンチャーキャピタルメッセージとか結構色をはっきりしてたりするんですか？はい、そこは質問が出たのかなと思うんですけど、例えばアリペイは、インドネシアは結局現地のエグテクっていうメディアコンプロマイトやることをジョイデンで入りました。であれは結局は金融ライセンスとか銀行ライセンスがないと何人対人も入れられませんって言われちゃったなって思いました。でインドでもやっぱりそれがあるので、アリペイやペインケーブルが真っ先に銀行ライセンスを取って、で銀行ライセンス、銀行は基本的には、外資は、持てないので、まあ、マイノリティなものですということで、プロテクトをした上で、まあ、相手に止まったら進行中です。そこはやっぱり明確にローカルのプレイヤーに仕事をさせるというのがあります。結局その規制だったり、あとは私がちょっと関わった仕事で、ブランドの名前は言えないんですけど、ミャンマー最後のフロンティアなんて呼ばれていたミャンマーで、SIM、キャリアの SIM を使ったビジネスに少し話をいただいてご支援させていただいた時があったんですけど、やはりその先ほどのお客が大事っていうところで ID っていうのが今後重要になってくると思うので、まあ、それは ID に取られちゃったらっていう話もあるんですけれど、日々使っているモバイルの SIM だったりがその人を特定するものと、まあ、自治体でもし紐づいていたらそれがまた ID になると思っていて、まあ、運転さんのようなものができるかなと思いますので、そういった SIM もかなり今後のキーワードになってくるのかなというふうには思っています。でアリババはまだそこやってないと思いますので、そういったところに資本入れられたっていうのは結構負けなし金の力でっていうふうにやられちゃうと、どこが爆発してもアリペイも売り上が上がっちゃうような感じになっちゃうので、そうなのかなと思っちゃうところもあるので、実は控え室で一番最初にその話をしてたというのがあるんですよね。アリババウィーチャットにやられちゃうっていう質問が来たらどうしようかね。一方でちょっと私関係ないし、午前中別のメディアさんと今日ちょっと取材でしたんですけど、やっぱりGAFAなんかも当局のさすがにちょっと独禁法的な話もできたんで、分割の方向に行くっていうまあことがあり得るんですが、逆にそのテンセントアリババは逆で完全法無益な純粋俳優が描かれちゃったんで、あれをじゃあ今度トランプさんに人を振る舞う、昔ビル・クリントンさんのお土産で結局は不平等条約にするんじゃないですか、あれを政治的に壊すと結局優れてポリティカルな仕事を行っていしますか。はい、先ほどの話です。マイルペイメントを世界というか、ね、どっかのある国の中にとどまるものなのか、クロスボーダーって考えていいのかということで、決済の通貨の切り口で毎回から決めるような考え方があってですね、一つの例えばユーザーお金を物を買う方の人は別にまさにインターネットの世界でそこの国で買う必要ないわけですね。アマゾンが買おうと思えば、アメリカの方から買えるわけですし、でその決済をどの通貨でするんですかと、そこはこう皆さんが提供されているサービスって考えるときに、まあ、中国であればその国で円ないし、円ないし、その国では完結するわけなんですけど、バイヤー、買う方が別の国から買う、またそこに旅行して買う、まあ、そういうケースもあると思うんですけど、そうした場合は、
その同じ企業とサービス提供している人と間で違う通貨を使うんですけど、そこのミディエーションっていうのを自分でやるのか、銀行を使うのか、どの決済を通貨を使うのか、はたまた仮想通貨に持っていくのかと、そこの、まあ、現状と将来性を教えて、まあ、どう見ていくか教えていければと思いました。クロスボーダートランザクションの通貨の実際のトランザクションでした。ありがとうございます。通貨ですと、まあ、いわゆる銀行さんの行っている、まあ、外国為替の業務になるので、まあ、多分どの国もその銀行業のライセンスがないと、自社では多分、まあ、すぐエクスチェンジはできないと思います。で一方で、例えばクロスボーダーの企業とかになってきますと、まあ、自分のネットワークの内で、まあ、そのいわゆるビズビーに近い形で交換すれば、その相馬外貨建てで買えるという、多分 RBA とか今そういう形を取っていると思います。そういう意味だと、自社のネットワークをいかに海外でも広げていくかで、まあ、ポイントが見えてくるのかなと思うんですけれども、まあ、一方で日本のスタートアップで言えば、やっぱり国内でまず銀行業内で銀行代業のライセンスを取らないと、そこはなかなかその東南アジアでの展開難しいんじゃないかなというふうには、まあ、投資ができるかなと。ちょっと苦手な結果になっちゃったんですけど、そうですね、やはりその仮想通貨だったりそのブロックチェーンで取引をトレーザビリティを高めるというところはかなり一般的になるのかなというふうには考えています。で先ほど そのロジスティックのところで東南アジアというのはかなり課題が山盛りで、そもそもオペレーターとつながらないとか、物が届かないというところもありますので、あとは、まあ、そういう CA とか調達も一緒だと思っていて、そういうところは、カフェのエクスチェンジも含め、同じような業態の、まあ、なんちゃらコインみたいなのを作ってやるとか、結局は価値をどうやって移転していくのかという話だと思っていて、まあ、トランスファーワイズのように、自国内だけ のトランザクションだけで、結果エクスチェンジしたように見せかけるようなサービスもありますし、そういった試みがちょっと為替に関しては必要になってくるのかなというふうに考えています。あとそもそもユーセージ取引量はどれぐらいあるかということに関しては、例えば、ね、まあ、その中国と日本の、要するに越境 EC なんかを上演されてましたあれなんかについても、まあ、こっちの中でバーチャルの当然逆用のサービスも一応あったりはしますということがあるんですが、まあ、圧倒的に多いのは B2B となったそこがやっぱりブロックチェーン化されていくかとかっていうのは私はどちらかというとコンシューマーの分かりやすいんですが議論されたしですから、そちらの方がより現実的に注目すべき点なのかなと私は思っています。そうですね。あとはその外貨送金に関して言うともうかなりブロックチェーン使われてます。例えば私ども投資をフィリピンでしているコインズっていう会社があるんですけど、そこはもともとフィリピンというのは海外送金の市場規模世界第4位になって20兆円ぐらいあって、それが毎月毎年 6% ぐらいなんです。そこに関して言うと、例えばアメリカでプログラマーとして働いているフィリピンのオーバーシティっていうのはそういう その人たちが、まあ、現地の公約用に対して送金する際にビットコインで送金するっていうのはもうかなり伸びているというか普及しておりますし、でいわゆる価値を移転するためのツールに付加価値をつけた、例えばイーサリアムのようなもので契約の自動移行みたいなものを付加つけるとか、まあ、そういったところも今後は単純に電子な仮想通貨暗号通貨だけですと投機的なイメージがあって今ちょっと結構バフってるとは思うんですけれど、そういったところだけじゃなくてその他の決済の前後サービスの前後みたいに言われると思うんですけど、やはりそのエクスチェンジの前後に何かその契約の履行だったり、まあ、予約でもいいですけど、制約、仕入れから来るトランザクションレンディングでもいいですけど、そういったところのデータをいかにその仮想通貨の仕組みで担保するのかというのも今後重要になってくるのかなと思います。じゃあ時間なので最後もし一つあれば、ございませんか。ちょうどぴったり時間になりましたので、この辺でラップアップさせていただいて、大変有意義なセッションにお二方の方でありがとうございました。ありがとうございました。またご質問あんまり
私あのインドでよくこういうイベント出るんですけど、とんでもない数の質問出るんですけど、日本って結構出ないことがあるんですけど、今日は皆さん大変活発に、質疑していただいて、おかげさまで大変お願いしてありがとうございました。とにかく飯関さんのところは非常に企業様のフィンテック系のコンサルティングと専門でいらっしゃるので、ぜひご相談事項があればどうかお話を伺っていただきたいのと、あとはリキッドさんに関して言うと、国内および東南アジアにかなり認証および決済周りで相当セキュアなサービスで感じられています。何もそうなることなので、ぜひご紹介申し上げたいと思っております。はい、じゃあこのところでよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。